大阪大学の篠崎です。こちら、JST、先駆け、ナノ力学領域での、研究成果の一つとなります。こちら、微量の添加物で、ガラスの人生を大幅に向上させるとい、え?あ、そうですか。大丈夫ですか?ナノ力学、大阪大学の篠崎です。ビタの添加物でガラスの人生を大幅に向上ということで、発表させていただきます。こちら、ガラスというのは非常に、透明な材料でして、ガラスの、例えば光ファイバーであったり、レンズに代表されるように、非常に高い透明性を持つということの特徴があります。さらに、こういった理化学用なガラスですとか、耐熱用の窓など、高い、熱的耐久性も持っております。さらに、こういった、これは、例えば望遠鏡のレンズの、ミラーなんですけれども、大きな基板を作るとか、窓のような大きな材料を作るというような、大型化の容易さであったりとか、複雑形状を成形したり加工することができる成形可能性。それから、基板に使うような、非常に平滑な材料を、容易に得ることができるといった特徴があります。原子レベルの平滑性、本当にオングストロームのレベルで、の平滑性が容易に得られます。また傷つきにくいといったところから IoT デバイスであるスマートフォンをはじめ、様々なデバイスにも使われております。このような特徴を他の材料と比較しますと、例えば樹脂のようなものや金属のような材料なども、様々な材料あると思いますけども、その中でガラスというのは非常に高い透明性があったりとか、熱に対しても非常に安定で、高温まで不変です。例えば、ガラスですと500度以上まで、特に石英ガラスですと1000度近くまで、使うことができます。それから、比重も比較的軽く、耐光性も、例えば、もう1000年近く前のステンドガラスも未だに機能しているように、非常に劣化に強いと。そして、力を加えても、割れません。あ、ま、曲がりません。ただし、強く力を加えると割れてしまうと。こういったような特徴があってあります。また、硬さもかなり高くて、傷つきにくいという特徴があります。さらに、例えば、ガラス瓶ですと、非常に高いリサイクルが、実現しております。また、気密性も非常に高く、非常に低価格なものが得られると。こういったところから、例えば目に見えるところだけじゃなくて、インターネットですとか、半導体製造、様々な基盤技術、そういったところで、日常的あるいは、産業的に利用されている材料であります。で、ガラスの、欠点というのが、いくつか、も最大のものとして割れやすさというものがガラスの欠点としてあると思います。ガラスの破裂と言われますように、ガラスというのは脆いものの代名詞として使われるぐらい、割れやすいというイメージがあるのではないかというふうに思います。つまり、ガラスは、使用中に割れてしまうということから、というだけではなくて、例えば製造中に割れてしまうということで、ブドウ割れを落としてしまったりとか、割れなくても、例えばチッピングが発生しやすいということで、軟化構成という特徴があります。例えば、ダイヤモンドの、ホイールで傷をつけたときに、きれいにこう傷が入ってくれればいいんですけれども、こういうように、パキパキとエッジの方から割れてしまうというような、チッピングというものが知られております。このようなですね、ガラスの割れを防ぐことで、安心安全な、であったりとか、薄型軽量なものを実現するとか、長い製品ライフサイクルを実現するといったことができるのではないかということで、我々、ガラスの割れやすさを解決するというところを、研究をしております。なぜ、ガラスが割れやすいかという、根本的な原因のところから、説明させていただきますと、例えば、理論的にはガラスの強度というのは、10ギガパスカル以上あると言われておりまして、これは、例えば、ピアノ線ですとか、ケブラーのような、エンプラよりも、数倍、高い強度になります。ただ、これにですね、原子レベルで、傷がついて、例えば製造直後ですと、それに比べて、原子レベルで表面に存在する傷によって、この理論強度から10分の1ぐらいの強度に下がってしまって、これを例えば、成形加工すると、さらに10分の1に落ちてしまって、それに傷がつくと、さらに10分の1の強度になるということで、どんどん、使っているたびに、表面に傷がついていって、その大きな傷のせいで、割れやすくなっていくということで、実際に理論的な強度に比べると、もう1%以下の強度しか発現できないというような問題があります。なので、我々この傷の伸びにくいような、亀裂が進展しにくいようなガラスというものを研究開発しております。
こちら、もう少し詳しく述べますと、ガラスの表面に存在するこの亀裂のこの先端があります。で、こちらの亀裂先端に組成変形域がこの先端にこう存在すると、円性変形してくれて、亀裂は伸びにくい、応力は広くに広がってくれるんですけれども、ガラスには今、ほぼピュアな男性体にとして働きますので、これは非常に大きな応力場を持ってしまいます。なので、これ、亀裂が非常に尖って、ここに大きな応力場を発生して、そのため、引火する、加える力としては非常に小さな力で割れてしまいます。こういったところから、男性的である、この税制的であるというところを、何らかの方法で解決するということができれば、ガラスの、をもう少し円性的にして、割れにくくするということができるのではないか。つまり、応力集中を避けるというところがポイントになります。先に従来技術を比較をさせていただきます。で、本技術、ガラスに本当にごくごく微量の添加物を入れるだけで、亀裂を伸びにくくするという技術なんですけれども、こちらは例えば強化ガラスというものがあります。従来技術ですと、こういったものがあって、例えば物理強化、これは自動車用の窓ガラスに使われているものですとか、化学強化と呼ばれるスマートフォンのカバーガラスに使われるようなものが、いわゆる強化ガラスとして知られております。こちら、詳しい説明は、省きますけれども、ポイントとしてはですね、このガラスの表面に圧縮する応力、圧縮応力を引火して、これによって、傷に対して、傷を埋めるような力を、与えます。これによって、傷が開きにくくなるということで、割れにくくするという技術です。ただ、これ、表面に加えた応力と同じ量の引っ張り応力というのが内部に存在してしまうと。これは不可避な問題としてあります。なので、傷がこの圧縮応力層を超えてしまうと、こちらは逆に傷を伸ばしやすい引っ張り応力になりますので、これでどんどん勝手に割れてしまうということになります。で、これ、例えば、厚いガラスというのは作りに、厚いガラスには使いやすいんですけども、薄いガラスには使いにくいとか、後加工がしにくいとか、傷が深いと、簡単に割れてしまって、自壊してしまう、というような問題があります。まとめますと、強化ガラスというのは、例えば、もう板として処理してしまえば作ることができるんですけども、成形加工を後からするというのは非常に難しい。それから適用できるガラス種というのも、やはり、強化用のガラスであったりとか、それに適したガラスには使いやすいんですけども、それに適用できるないような、石英ガラスのようなものというのもあります。それから、深い傷に弱いといったデメリットもあります。また、結晶化ガラスというような、ガラスの中に結晶をたくさん積出させたようなものもあるんですけども、これも、たくさん結晶を積出させれば強度は上がるんですけれども、これをガラスとしても本来のメリットという、ガラスの機能性というのを損なってしまうと、例えば成形しにくくなるなどの、問題があります。それに対して、本技術は、ガラスの中にごく微量、もう1%以下の、微量の金属粒子を分散させることで、ガラスとしての本来の機能をほとんど損なうことなく、ガラスを割れにくくするという技術になります。金属粒子とガラスの相互作用で、この柔らかさを与え、割れにくくすることができます。で、これによってですね、異なる際、ガラスの、亀裂の伸びにくさを与えると。そういった研究になっております。異なるサイズの金属ナノ粒子を、ガラスに分散して、その亀裂進展挙動や、破壊人性の評価などを行って、こういった様々な、形態の、ガラスを開発し、破壊人性、つまり、亀裂の伸びにくいから、材料というのを、開発しております。このように粒子が分散したものですとか、この凝集して一部分だけに、流体状に変積させたものなども、様々な分散のさせ方を開発しました。このような材料を作ることで、例えばガラスの、クラックの発生であったり、その進展について働きかけるというような材料になります。ガラスが割れるプロセスを、もう一度、ここで示しますけれども、ガラスの板があって、ここに硬い物体が当たると。そうすると、ここに非常に強い応力場が発生して、これで凹んで、そこに小さな亀裂が入ります。これを金属ナノ粒子によって柔らかさを浮遊することで、この亀裂の発生を防ぐという、それから発生した亀裂をいかに食い止めるような材料設計をするかというところを金属ナノ粒子は働くことができまして、やはりこの亀裂を伸びにくくするというところにも働きます。なので、亀裂の発生と進展、両方を防ぐという材料を開発しました。作り方は様々提案しておりまして、ここで示すのは一例ですけれども、ナノ粒子の分散をさせるという技術であります。これは非常にシンプルな合成方法でして、シリカンのナノ粒子
と、硝酸塩を混ぜて乾燥させます。これで、処理して、この、硝酸ニッケルのこの、酸化物を、還元し、金属のニッケルでコーティングしたガラスを作ります。で、それを、焼結することで、気密なガラスにします。この時の焼結温度1100度というのは、まあ、高温のように見えますけれども、この SiO2 のガラスというのは、普通、2000度近くくらいの、非常に高い温度で、溶融されているような材料ですので、それに比べると、まあ、はるかに低温でのプロセスですし、かなり短時間で、合成することができるというような、まあ、かなりシンプルで、比較的、まあ、通常の溶融に比べると低温、かつ、短時間で合成できるというような特徴があります。で、このようにして合成した材料の、これ、テム像になるん、ですけれども、電子顕微鏡で見ると、このような、難粒子を見ることができます。これ、熱処理の条件を変えることで、このようにサイズを大きく変えることができます。こちら、粒度分布を示しますけれども、もう非常に狭い、粒度分布で、析出させることができます。こちらは、例えば120ナノメートルぐらいにコントロールしたものですけれども、まあ、かなり粒度分布狭いのが見えると思います。こちらも30ナノメートルぐらいにコントロールしたものなんですけれども、かなり、やはりこちらも粒度分布かなり狭く、粒径をコントロールすることができます。大体金属ナノ粒子をこのぐらいの大きさに制御する技術というのは、他になくて、もっと小さくするとか、非常に大きいものを適用させるというのは可能なんですけど、このぐらいのサイズが一番破壊人数についていて、このぐらいのサイズにコントロールするというところが、まあ、技術のポイントとなっております。で、こうした、合成した材料の亀裂発生の体制をこちらで評価しました。これ、ダイヤモンドの針をですね、ガラスに押し付けて、発生する亀裂を評価しました。これ、ダイヤモンドの針を押し込むと、こう、亀裂が開口して、このように亀裂が発生します。で、これがですね、これ SiO2 だけ、いわゆるシリカガラスとか石英ガラスと呼ばれるものなんですけど、これ、ここに大、ピラミッド型の針を押し込んでるんですけど、こういった針の形の他に、こう縦という円周方向に、たくさんの亀裂が見られます。これに対しまして、120ナノメートルのニッケルを析出させた本開発品ですと、この析出量がですね、わずか0.5ボリュームパーセントしかないにもかかわらず、亀裂の長さというのが非常に短い。円周方向もかなり亀裂が抑制されていると、もうかなり亀裂の発生を、抑制できる効果が、認められます。また、この針を押し付けた時のこの傷の大きさ、このピラミッド、へこみの大きさというのがこの硬さになるんですけれども、これも石英ガラス、SiO2 だけのガラスと比べてもほとんど遜色ない、ほとんど低下しないぐらいの硬さを示しております。つまり、傷つきにくさはほとんど、変化しないのにもかかわらず、亀裂はほとんど発生しない、あるいは抑制することができるというような特徴があります。で、このような、まあ、亀裂から亀裂、を起点としてガラスの割れというのが発生しますので、これを抑制するというのが非常に意味の大きいものとなります。で、次に、この起点となる亀裂がすでに存在するものがを、食い止めるような力というものを、この曲げ試験で評価しました。こちら、微小の、カンチレバー曲げ試験という、まあ、特殊な方法なんですけども、これ、針状のサンプルを作って、ここに余亀裂を入れて曲げるという方法で曲げ試験を行いました。で、これ、SiO2 だけのガラスですと、だいたいこのぐらいの荷重でパキッと割れてしまうんですけども、この流形をコントロールしていくと、破壊するための荷重と変形というのは非常に大きく伸びていき、割れにくくなります。で、ここから、まあ、破壊人生という、まあ、割れにくさのパラメータを求めることができます。これ、大体のガラスというのは0.7ぐらいで、この SiO2 ガラスもやはり0.73ぐらいという破壊人生を示すんですけども、これが大体3倍近くまで向上します。たったの0.5%のドープで、この亀裂に対する抵抗というのが3倍に向上するということが分かりました。こちら、破壊エネルギーから考えるとですね、かなり大きな遠征の効果というのがガラスに付与されているということが分かりました。これだけ微量の添加でこれだけ破壊人生を増やしたという研究は、まあ、従来なくて非常に新しいものとなります。で、こちら、特定の流形の時だけに非常に大きな破壊人生の向上というのが見られるということも明らかにしておりまして、まあ、我々の技術で流形コントロールによってこれを実現したというのが、本技術のポイントとなっております。
この破壊人生2ぐらい、2を超えるものというのを開発したんですけども、これが他のガラス材料と比べてどのくらいなのかというのをマップで、表示しました。で、こちら、縦軸が破壊人生となっておりまして、亀裂の伸びにくさを示すパラメータとなっております。横軸がビッカース硬さ、これは傷のつきにくさ、硬さになる対応するようなパラメータとなっております。で、こちら、典型的なガラスを4種類に示しました。この板ガラスと示されているのが、窓ガラスですとか、スライドガラスに使われるような、いわゆるソーダライムガラスと言われるようなガラスです。かなり汎用的な使われているガラスの一つです。で、理化学ガラスと呼ばれるものが、これが方形産ガラスの一つでして、ビーカーやフラスコに使うような、化学用で使われるようなガラスです。それから、強化ガラス。これはスマートフォンに使われるような、ゴリラガラスなど有名ですけど、そういったガラスの破壊人生と硬さがこのあたりになります。で、これ、ほとんど歯間ガラスというのは大体このぐらいの領域になります。レンズとか、ファイバー、FRP に使うような、繊維とか、様々なガラスあると思いますけれども、大体のガラスというのはこのあたりの領域に、収まります。で、これを超えるとですね、作れなくはないんですけども、かなり溶融温度が高くなってきて、ガラスが作りにくいということで、あまり使われないのではないかというふうに思います。で、これ、石英ガラスの非常に硬くて、基板ですとか、半導体などでよく使われる材料の一つなんですけれども、これも硬いガラスで、今回紹介したガラスの補材となっております。これに対してですね、開発シーンというのは、これと硬さはほとんど遜色ないのにもかかわらず、破壊人生が非常に高い、かなりブレイクスルーという、言えると思うんですけども、飛び抜けて高いような、破壊人生を示しております。なので、従来のガラスとはもう一線を画するような、破壊人生という申し上げでも、良いのではないかというふうに思います。こういった、脆さを破壊人生を向上させることでですね、もちろん使用中に割れにくいというだけではなくて、最初に申し上げたチッピングの抑制にもつながります。例えばですね、ダイヤモンドナイフで、毛がいたような傷ですね。これ、今回開発したガラスですと、このような傷がついて、石英ガラス、母材となったガラスですと、このように傷がつくんですけど、この傷のつき方を見るとですね、かなり違うということが、見て取れるかと思います。で、この毛がいた時の傷がこのような断面になるんですけども、このように、直線方向に伸びてくれると、これがまっすぐ伸びて、ガラスの割れにつながるので、割りやすいガラス、割りやすい、割断しやすいガラスになるんですけども、横方向にこう入るような傷っていうのは、これ傷が太くなるだけで、これが伸びてもこっち側には割れませんので、あまり毛がいても割りにくいガラスになります。そういう意味で、この開発品というのは、この直線方向の亀裂は入るんですけど、この太くなる方の、こちらの亀裂というのはかなり抑制されておりまして、かなり割れには、割れというか傷のつき方を変えているということがわかります。またこちら、下に示すのが、ダイヤモンドカッターで傷をつけた時のものが、切断したものなんですけれども、こちら開発品ですと、破面がきれいな状態になっているんですけども、石英ガラスっていうのはちょっと切りにくくて、このように横方向にクラックが入ってしまいます。これがどんどん伸びていくと、欠けが発生して、チッピングになってしまって、ぶどまりを低下させるということになりますので、このようなクラック抑制というのは、実際に使っているときだけじゃなくて、こういった切断とか、そういった加工、機械加工にも、かなり影響している、効果があるんではないかというふうに考えております。以上、新技術の、特徴と従来技術の比較をまとめました。今回紹介させていただきました開発品は、従来技術では実現しなかったような、非常に微量、0.5ボリュームパーセントとか、かなりごく微量の添加物によって、ガラスをかなり割れにくくすることができました。そして、ガラス中に金属ナノ粒子を自在なサイズで流動分布を狭く、様々な分散状態で析出するなどの、合成技術を、開発しました。そして、今回ちょっと紹介しませんでしたけれども、例えば表面だけに析出させるとか、ある部分だけに析出させて、そこだけを強化するということもできますし、あるいはコーティング技術ですね、ゾルゲル法などで使うような、ガラス表面、あ、えー基板、機材の表面にだけにこうガラスを作って、そこを強く、をこの技術を使って割れにくい膜を作るとか、そういったような形態も可能です。そして最大の特徴として、かなり微量の析出で済みますので、硬さや成形性などの特性はほとんど損ないませんし、機械加工性も改善するというものがあります。現在、実用化に向けた課題としましては、
材料の破壊人生向上というところまでは開発できてまし、しておりまして、まあ、詳細なメカニズムについても研究を行っておるというところになります。で、今回紹介したニッケルですと、少しというか、かなり着色してしまうんですけれども、これもかなり透明なものというのが、すでに開発の目が立っておりまして、まあ、透明で高強度、かつガラスの機能をほとんど損なわないというところまでも、うまくいきそうというところまで来ております。で、今回、紹介したプロセスだけなくても、もう少し大型化に適したものというのを今後、検討が必要かなというふうに思っております。最後に、想定される用途と、企業様への期待としてはですね、まず、ガラスの、既に使われているガラスを割れにくくするという置き換えは当然、想定できるのではないかと思うんですけども、それだけではなくてですね、ガラスの脆さであったりとか、加工しにくい、機械加工しにくいといった難航性の問題のために、ガラスは使わずに他の材料を使わざるを得ないと、あるいは他の材料を選択しているという材料についても何か展開することは可能ではないかというふうに思っております。特にまあ高温用途とか微細加工性などが向上しておりますので、こういったところで、新たにこういった開発した材料が使えるといいなというふうに思っております。また、具体、それでですね、まあ、実際の製造、よりも、さらに、どういった方向に研究開発を進めたらいいのかという指針になるようなところを考えたくて、まあ、具体的な用途とか、具体的な産業可能性というところを、ぜひ、ユーザー企業を中心に、議論できると、開発目標というところがさらにクリアになりますので、まあ、製造メーカーはもちろん、ユーザー企業の方も、ぜひ、コンタクトいただけると嬉しいなというふうに思っております。特に、素材名の、まあ、メーカーはもちろん、ユーザー様の目線でのご意見ですとか、まあ、こういった用途があるというようなご提案、また、実際に使えないかというような共同研究などあると、大変ありがたいというふうに思っております。本技術に関する知的財産として、まあ、時は出願済みで、まあ、これの他にも取得済みのものもございます。それでこちら、今回大阪大学からの発表となっておりますけれども、これはクロスアポイント元の産業技術総合研究所での、出願の特許となっております。こちら、併任で、私はこの産総研に所属しておりますので、まあ、こちらからの、技術移転という形にはなるかと思いますけれども、になると思います。まあ、今後の、ご連携については、大阪大学から行いたいと思っておりますので、お問い合わせ先はこちらになっております。大阪大学の競争機構産学連携オフィスで、こちらのメールアドレス、あるいは、ワンストップ窓口にご連絡いただければというふうに思います。以上です。